はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。サーカスカッタム課金攻略、今ねダイヤの宝箱でハマってるんですけど、ただ1個しかなかったやつが2個目落ちてきたから、なんか時間の問題のような気もしてきましたが、はい、まあやるだけですね。一応ね Y ポイントはこれ80連分かあって、今回のね最大の主役小牧小豆でいいのかな、はい、こちらの超アップが来ました。スキル2もね第6のお宝ゲットすればいいので、すごいね今までに比べたら非常にそんなに難しくないっていうね、はい、というところで、もうね他が取れなくてもこの小豆1体だけでもなんかこのイベント大成功みたいなね、ほんと今回のイベント他は全部ゲットして、こまみだけゲットできなかった人とこまみだけゲットできてスキルも解放した人対決したらね、こまみだけゲットした人の方が勝ちみたいな、なんかそれぐらいのあの将来ずっとこのゲーム終わるまで使えるキャラだと思うんですけどね、この小牧小豆さん、コマさんとコマキ、コマジロウも出てくるんですかね。はい。まあ一応アイドルイベントだからね。あれなんだけど、コマキ、コマカーちゃんも出てくるのかな。この1%がね、ほんと、去年までだったら、なんか私ですら年に、まあ3赤でだけど、2、3回は当たってるんですけど、私ね、今年に入って1回も当たってないんだよね。この UZ 超アップで。多分だけど。だからまあ私このガシャは、はい、無理しないっすね。でもね超アップでも当たんなかったらもう最近はねあのラストチャンスでも当たんないんだよね。だから今回ちょっとかなり厳しいかなとは思ってるんですけどね。なんでまあ追加妖怪で3日間ですね、追加妖怪が23日の月曜日に来るんですけど、まあ追加妖怪で勝てたらいいなって感じですかね。ただまあ最近の運営さんは追加妖怪で勝てるようにしてくれてるからあれなんだけど、コマミこれゲットは大変だろうな。行きましょう。1回あったかな、まあでもだから10連しか今回やんない感じですね。私ここ最近のイベントUZ ゲットできてるんですけど、全部すり抜けなんですよね。なのでこの超アップなんか最近変わっちゃったよな。みんながワイポイント稼ぎすぎなんだと思う。嘘、年に1回が来た。でもこれね、あ、しかも2個も来た。今回すげえな。さあ行きましょう。ポン、いけちゃったよ。年に1回が来た。そうそうだそうだ、思い出した。すり抜けるんだよ超アップ。今回でもすごいね。虹が来たでもけでもすごいな。あ、見ちゃいましたね。これは当たりだ。これね見えちゃうんだよね。いますね。はい。今回プリチイベントだね。見えちゃった。ということで 100% こまみです。いやー来ちゃった。すごいな。へえ。久々に来ました。これで3イベント連続来たね。いやー。そっか、昔からインズラグラムを使いこなしてるこまみは。SNS の昔から使いこなしてるもんね。金、いやーこれはすごいな。久々に来ましたね。今回私まだ10連、最初のガシャ20連か、20連10連10連で40連しかやってないんですけども、これでもうガシャやる必要なくなっちゃったな。全部とにかくね、無課金攻略のコツは初日ガシャやらなくて UZ 超アップで頑張らないっていう、そういう最近の法則なんですけど、魂胆20連、無茶振る子10連、小牧小豆10連っ
て、前回もね、前回はその最初の10連ですり抜けて、前々回も最初の10連ですり抜けて UZ ゲットしたんですけど、なんか最近なんかすごいね、何なんですかね。前回 UZ 誰だっけ、そうだ、この子も最初の10連、今回でいうコンタンの時に10連目でゲットして、その前のアス君も今回でいうコンタンの時の10連ですり抜けたんですけどね、多分初じゃないかな、超アップが。この時のリムルはラストチャンスだったか、どうだったっけな、はい、なんですけどゲットできちゃいましたね。ミニ必殺がいっぱいあるから使い切りたいな。もうバキバキにしましょうねって感じですね。スキルがね、残念ながらちょっと3冊しかないので、あ、でもこれはあれだ、郵便とかに行けばありますね。なんで、まあちょっとこれは今後、ちょっと待って、1のところまず見てからにしましょうか。いやー、ありがたいわ、これ。これはありがたい。私ね、灰原持ってないんですよ。なので嬉しいですね。応援ありがとう。すごいありがたい。デカプに4つ作り、周囲消しだからもうめちゃめちゃ強いよね。はい、一応まだ横取りやってないので封印があと2つ残ってるんですけど、デカプに倒せんのかな。サイズ3以上のデカプに消すと、そのデカプに降ってくる 9% とかになってるので、はい、どうなんでしょう。10連で来ちゃいましたよ。申し訳ないな、なんか。あれ、ライバル誰になるんだろうね。妖魔アイドル学園に入学したドジでのんびり屋な1年生。普段はパッとしないが、ステージの上に立つと豹変し、感覚の心を掴んで離さない。これ私ほんとね、プリチ弱かったんすよ。あ、なんか止まっちゃった。本当にありなのかな。プリチー私弱かったので、これはありがたいな。セーラーニャも意外にゲットしちゃったね。プリチー、あ、そっか、リムルもゲットして、あ、リムルじゃねえや、このミリムもゲットしてたから、あれか、さらに、そうか、もう強いな。レンもタップでデカプリだもんな。はい、あ、そっか、レン君をスキル2ゲットしないのか、という感じで、これはもうモロタでっていう感じですね。スキル2はさっきも言った通り、横取り6でいいので、もうこれ G もね、もういくらでもぶっ込みたいって感じですね。もう全部いい、とりあえず3つつけますけど、まあ5にしてもいいぐらいな感じですね。一応ちょっとセーラーニャも見ましょう。今回プリチーだから、プリチー4体ゲットできちゃいましたね。セーラーニャンは、これが一応今回のジバニャン枠なのかな。ジバニャンがどうやって出てくるのかなと思ってたんですけど、はい。セーラーニャンね。あ、そっか。まあ、あとはちょっとネット上で大バズり。戦場の恋を歌った切ない歌がネットで大バズりしており、1年生ながら、これも1年生なんだな。だから今後上級生出てくんのかな、なんとなくそんな感じがしますね。冬にゃんとか、もう冬子とか、なんか冬にゃんね、妖怪学園 Y 出てこなかったから、なんかアイドル学園は出てきてあげてほしいな。どうするんすかね、女の子妖怪イベント特殊能力持ち、これで相当すると女の子妖怪相当されるのかな。なんでちょっと今後ね、入手順で考えると、意外にこのメカブちゃんとか女の子妖怪だったんだな、知らなかったな。はい、女の子妖怪、四つ目とかも女の子だったんだ。まあ、今回最高潮とか絶好潮が、
最高潮かもう来てますが、まあ、もしかしたらこの辺のババアンとか、あとおねむのせいとかなのかな、風民とか、まあ、その系が今後、まあ、エンラエンラ定番ですけどね、吹雪姫とか、今後のアイドルは誰なんだってね、まあ、フロズキンとムチャブリッコとコンタンかよって感じがするけどね、 DDE が来たから、はい、まあ、この辺の面変わりさんとかね、どうなんすかね、あ、スノーラビーとかな、よくまあ使い回しされてるね、ヤオビクニとか、まあその辺、あ、花子さんもいるね、なんでどうするんすかね、今回コマミが超強キャラにしてしまったのでね、あんまりアイドルでやるの大変だもんね、どうするんですかね今後ねっていう感じでします。はい、ということでなんとゲットできちゃいましたんで、このイベント確実にモロタでという感じになっちゃってますね。開幕事件も終わってどうすっかな、ワイポイント稼ぎながら頑張りましょうかね。いやー、応援ありがとうって、みんな応援ありがとう、はい、これでモダカさんもまあちょっと横取り頑張ってゲットね、頑張、もうなんかもうなんだったらもうチケットもう行っちゃってもいいんじゃねえかなっていうね感じがするんですけど、まあはい、頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。行けちゃったな、なんかこの辺にヒントあるのかな、次の追加妖怪も全然わかんないんだよね。で、あと21日にね、そう、多分配布があると思うので、このね解放のなので、そのそれに合わせて横取りチケットもゲットとかあると思うので、いやー、なんかもうちょっとびっくりしちゃったな。はい、いいガシャでした。それではまたお会いしましょう、さよなら。1% ゲットやっちゃいました。